それではまもなく海浜花火大会が始まります。今日は本年度のミス朝日の皆さん、それに朝日市イメージアップキャラクターの朝ピーにも来てもらっています。今年度のミス朝日とアサピーにご登場いただきました。
と見せかけ、赤に爪を打ち込みます。ここはバーと米津玄師で打ち上げ花火です。この悠々フェスティバル花火大会が舞台となった映画打ち上げ花火、下から見るか横から見るかがアニメ化された回の主題歌であるこの曲に乗せて感想のラストを伺います。それではグランドフィナーレスタートです。